孫武。孫武氏、孫武紀元前535年。没年不詳は、中国古代、春秋時代の武将、軍事思想家。標法書、孫子の作者とされており、陛下の代表的人物。西国出身。字は長卿。孫品の先祖。孫子は孫章である。戦わずして勝つという戦略思想。戦闘の防政主義と短期決戦主義。 また、スパイの重要紙など、軍事研究において、戦略や戦術、情報戦など幅広い領域で業績を表し、ベージルリデルイコールハート、モー毛沢東など、現代の軍事研究者、軍事指導者にも重要な思想的影響を与えた。その軍事思想は、航空技術や核兵器など、古代に想定できなかった、軍事技術の発展した、数年後の現代においても有効性を失わず、 今なお研究対象とされている。村部に関する資料としては、生死、死期のほか、五越の工房について記した、野死、はじめきの五越春秋、孫子の先祖や子孫について述べた、等の生死、新東女が主要な資料となる。これらの古文献の記述する村部の伝記は、以下のようなものであるが、史実性に関しては口述の通り論争の対象である。 孫部の出自は、聖国の大部で後に、多西洋家となる、伝子である。孫部は、若年から兵書に親しみ、皇帝と四帝の戦いや、古代のこ政、京直、を、中らの傭兵策略を研究したという。紀元前517年頃、一族内で内紛があり、孫部は一家を連れ、江南の呉国へと逃れ、呉の最小、ご師書の地偶を得る。孫部は、その後、 クレ王と、シュートメイケル郊外の三冠に披挙して、孫子十三編を著作した。前五百十五年、クレ王に、孝梁が即位すると、ご師匠は孝梁に、孫子病法を献上し、七回にわたり、東洋を説いたため、孝梁は孫部を宮中に呼び出して兵法を問うた。この時のエピソードが、四季巻六十五孫子クレキ列伝第五に記されている。次の、孫子六姫兵。 真心六平ともである。考慮、先生の著作十三編はすべて読んだが、宮中の夫人で少し軍の指揮を見せてもらうことはできるか。孫部はこれを了承した。孫部は宮中の美女百八十人を集合させて二つの部隊とし武器を持たせて整列させ、王の長期二人を各隊の隊長に任命した。太鼓の合図で左や右を向くように命令してから、 右、と対抗を打つと、女性たちは、ドッと笑った。あ、孫部は、命令が不明確で徹底せざるは、将の罪なりと言い、命令を何度も繰り返した後に、左、と対抗を打つと、また女性たちは、ドッと笑った。あ、孫部は、命令がすでに明確なのに実行されないのは、指揮官の罪なりと言って、隊長の二人を斬首しようとした。 壇上で見ていた考慮は驚き、将軍の腕はすでによく分かった。世は、その二人がいないと飯もうまくないので、切るのはやめてくれと止めようとしたが、孫部は、一旅将軍として、任命を受けた以上、陣中にあっては、訓命でも従いかねることがございますと両の長期を二人とも、切ってしまった。そして新たな隊長を選び号令を行うと、今度は、女性部隊は、命令通り進退し、 祝前性を出すものもなかった。孫武は、兵はすでに整いました。降りてきてみていただきたい。スイカの中へも行くでしょうと言ったが、考慮は花肌不況で、将軍はそろそろ帰られるがよろしい。世はそこに行きたくはないと言った。孫武は、王はことを好まれても、実践はできないのですね、と答えた。しかし以後、考慮は、孫武の軍事の際を認めて将軍に任じたのである。 前五百十二年、孫部は将軍に認じられ、祖国の衛生国であった国と助国を攻略した。考慮は、勝利に乗じて、祖国に侵攻しようとしたが、孫部は、祖国は衰えても未だ強大です。また呉は、戦いが続き兵が疲弊しています。今、諏訪を攻めるのは、上策ではありませんと進言した。考慮は、この意見に従い、またご司書の検索により、 小部隊で、その国境を絶えず挑発し、その大軍を国境に張り付かせ、その国力を消耗させる作戦を取る。六年後の前506年、スワエは、クレの保護下にあった、地方領主、党の成功と際の証拠を攻め、二人は、クレに救援を求めた。気が熟したと考えた考慮は、村部とご師匠を左右の将として、軍を発し、 クレとスワイの両軍は、関水の下半、柏巨で開戦する。村部の陽動作戦によって、蘇軍主力は別の地域におびき出され、クレ軍本体が現れ首都に向かうとの情報で急遽、転進してきたため、戦場に到着した時には、強行軍の連続で、すでに疲弊しきっていた。三万のクレ軍は二十万の祖軍を大いに破り、さらに進撃して5戦して5勝し、十日のうちに、 スワイの王と、英城を陥落させて、その将王を逃させる。強国、その大軍を貨幣で破った。この戦いにより孫部の名は中原に轟いた。その後、その真の真宝書が真に逃亡し、彼の策によって旗が、クレ国を攻めたので、クレ軍はやむなく、スワイから撤退した。以後呉は、北方の際、進むを威圧して、諸公の間にその名を知らしめたが、 それらの功績は、孫部の働きによるところが大きかった。百496年、考慮は、孫部の意見を入れず腰を攻めた学戦に陥り、考慮は、敵の矢による負傷が悪化して死亡した。孫部はご師匠と共に、大使の不佐を補佐して、国力を養い、後に来れば、負傷で腰を大敗させ雪辱を果たした。孫部のご反省については、記録が残っていない。 五漢の、はじめ気が引く、五越春秋、房内伝によれば、孫部は残言するものがあって、辞職を願い出たといい、以後の呉国に関する司書からは、孫部に関する記述が途絶える。その後ふは、次第に慢心するようになり、残言によって、孫部の爆虐の友であったご師書に、剣を賜り自決させる。孫部もまた銃殺されたとも、陰性して、実戦経験をもとに、 孫氏標法の改良に取り組んだとも言うが、いずれも伝承の意見を出ない孫部の墓もはっきりしていない。蘇州の北にある陵母が孫部のものであるという説もあるが確定していない。孫部が実在した武将なのかどうか、古くから中国史学者の間では論争が続いていた。そもそも呉で大活躍した武将にもかかわらず、呉に詳しい春秋刺伝に、 孫文の話が全く登場しないというが不自然である。その上、孫子兵法は兵法13編のはずだが、感情、芸文詞ではなぜか82編になっているなど謎が多いためである。すでに北宋の兵法家、梅隆志が戦国時代の話のようだと孫子兵法と孫文の関係を疑問視していたが、南宋の破敵はさらに一歩を進めて以下のように、 孫部秘術在説を唱えた。春秋時代に他国の人を将軍にした話は全くない。呉の人でもない孫部がなぜ将軍になれたのだろうか春秋差し伝に孫部が登場しないのもおかしいではないか。結局孫子の兵法は、春秋の末、戦国の初めの名もない三輪の忍者の策であろう。呉で大活躍したなどというのは、兵法家連中の大げさなデマ。 でっちあげだ。考慮の姫を切った話など、実に異常ではないか。全く信用が置けない。古今儀職をに引匹破敵の説。この説に賛同する者は多く、前祖のむ、斉藤説道、祭司は人子孫部秘術在説の学者は、複数いる。理由を整理すると、四季以前の、春秋佐志伝等の有力な古籍に、孫部の名が全く見られないこと、部という名が出来すぎていること、 感情、芸文詞には、呉真子標八十二編図九巻あって、現行の十三編の真子と符合しないことなどである。ただし、この孫部秘実在説が正しいかどうかも、論争の対象となっていて、古今議書では、では、四季の孫部の記述は、嘘なのか、孫部は実在したのか、しなかったのか、もはや古代のとで全くわからないと、さじを投げている。彼らは、 式などの古文献の記述の真実性を疑問視し、さらに孫子の文章の中に、戦国時代の思想である、片名、五行などが登場する上、春秋時代の合戦のありさまと孫子の文章が、相違している点多いことを論じている。この一派を、義フルパと称し、彼らにより、孫子は、孫品の著作とするもの、ひいては、孫部自体が架空の人物であるとする見解が、 清島期から現代にかけて有力になったこともあった。1980年代頃までの孫子の解説書は、概ね当時主流のこの立場により、孫部は架空の人物と断定した記述がある。例えば、1961年に出版された、貝塚茂カの諸子百科、岩波新書では、孫子の標法は、クレの軍師、孫部の作だというのは、全くの出たらめで、 孫品自身の作品に他ならないことが最近明らかにされと断じている。だが1972年、山東省林議県で発掘された一群の銀尺山館館で、孫詩標法13編と孫品の表した標法書、孫品標法の畜巻が発見された。さらに分析の結果、孫子13編は孫品標法とは別物であることが証明され、 孫部の実在が確かめられたのである、金谷治の説。ただし、孫部の自責に関する、史実性に関しては、論争が継続しており、決着を見ていない。研究者の一部からは、式孫子伝の信憑性が疑われている。特に孫子六姫兵、孫子六兵の孤児については、式に従わないというだけで体長を処刑することも、その他の行動も、 孫子標法に合致しない。この話は、孫子の標法を曲解した後世のものの創作であろう、天の静図を、ようやく、説話的で、史実とは考えがたい、金谷治、同等の意見も有力である。金谷治は、孫子標法に、孫子の道とあることから、孫部を中心にした孫子学派のような、標法家集団がおり、今の孫子兵法は、 孫部の作に兵法家たちが付加して成立したものだと考えており、天野静夫は孫氏兵法の重複部分を削ったものが、おそらく孫部の新作に近い部分ではないかと考え、原孫氏を推定している。孫一門は、殿下から五世の子孫である孫部の祖父が軍港をあって、孫世を賜ったことに遡る。新当女最小成形三下によると孫部につき、 孫頼むは武を生む。武の字は長京。他、阿わ四族の計りごと、乱をなすをもって、呉に走り、将軍となる。密もあり、派生、明、敵なりとし、孫部には孫、長生、孫明、孫敵という三人の息子がいたと記述する。次男の孫明は、呉の不春軍を賜り、後の不春孫氏の祖となったと伝わる。不春孫氏はまた不春流門孫氏と称され。 四個前書によれば三国時代の孫権孫権父子はこの家系とされる。一方で三国史の著者陳氏は孫権は孫子の子孫だと言われると曖昧に記し、さらに南朝の総代の伊縁は孫権の父はウリウリの孫、小なる人物であったとする。同時期の有名録、現在は三逸や東進の背景の廃子五輪にも孫、 正の名が記されているなど反証も多く、孫権が実際に孫部の子孫かどうかは疑問が多い。現在の石膏省甲州市不要区南部のある村では、住人の9割が孫氏を名乗り、不審孫氏の末裔を称する。村に伝わる俗府によると、八家の孫文もまた不審孫氏に連なるという。中国政府の調査によると、この俗府は、信頼のものである。 書出字は小説孫子。戦後の孫子ブームの頃、毎日新聞社から依頼されて海音寺が書いたものである。海音寺によれば、式、孫子暮れ亀裂伝は簡潔すぎて書きようがなく、標法書、孫子から類推して人物造形を行ったという。この本の創作が史実のように引用されることもあるため注意を要する。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。